小田急急線軽系電車、小田急急線軽系電車、小田急急線型電車は、小田急電鉄、小田急が1972年から1977年まで導入を行った通勤車両である。1970年代から開始された、当時の低都高速度交通営団、営団地下鉄千代田線相互直通運転のために導入された車両で、 当初は4両固定編成で製造され、追って6両固定編成も登場。最終的には4両固定編成と6両固定編成が、それぞれ9編成の合計90両が運用された。小田急の通勤車両では初めてた事業者路線への乗り入れを前提とした車両になることら、それまでの小田急の通勤車両の標準仕様とは異なる新技術が採用された。 そのスタイルや車両仕様が評価され、1973年には鉄道ともの会より、ローレル賞を授与された。1978年から1990年まで、千代田線直通列車を中心に運用され、その後も箱根登山鉄道線への直通運転を含む地上線で広範囲に運用されたが、後継車両の導入に伴い2005年から2006年に、 かけて全車が廃車となった。小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、9014、9402のように表記する。また、特定の車両については、車両番号から、出波9400番内などのように表記し、 急行列車と記した場合は、準急や急行を直通列車と記した場合は、小田急小田原線に営団地下鉄、現、東京地下鉄千代田線を直通する列車を指すものと、する。朝ラッシュ時における、小田急の通勤輸送は、1969年により、大型通勤車両による8両編成での運行のために5000系の4両固定編成が製造されて、いたが、この時期すでに、 千代田線との直通運転は決定していたものの、5000系の登場時点では、まだ乗り入れ車両に関する具体的な設計協議には入っていなかった。しかし、その後に事業者間での協議が進むにつれ、早ければ1974年には直通運転が開始される見通しとなった。当時の小田急では、年間の車両製造数を20両から30両前後としていたことから、 あらかじめ直通運転に必要な量数を製造して、直通運転開始時に備える必要があった。その一方で、直通列車以外の輸送力の増強も継続するため、5000系の増備を一時中断した上で、直通列車と自社船内の列車のどちらにも使用できる車両として、製造されることになったのが9000系である。5000系の次の新形式車両なので、本来であれば、 6000系となるべきところであったが、すでに英断地下鉄では、千代田線用の車両として6000系の試作車両が登場しており、同一番号となる可能性があったため、千代田線の計画路線名称である9号線に合わせて9000型と仮称したものが、そのまま正式な形式名として採用された。本節では、登場当時の仕様を基本として記述し、 更新による変更については、遠隔で口述する。全長20メートルの車両による4両固定編成と6両固定編成が製造された。形式は、先頭車が制御電動車の出波9000型で、中間車は電動車の出波9000型と付随車の左波9050系である。左波9050型は6両固定編成にのみ、連結される。車両番号については、 関末の編成表を参照のこと。戦闘車、中間車とも車体長 19,500mm、全長2万 mm のの全金属製車体であるが、車体幅は千代田線の車両限界に適合させるため、5,000系の 2,900mm に対して 30mm、狭い 2,870mm とされた。当時の運輸省が定めていた。 鉄道車両の防火基準である AA 基準にも対応している。急線型は、千代田線内では A 段5000系、6000系や国鉄103系1000番台と共に運行されることになり、特に A 段6000系は、その左右非対称の正面デザインが斬新なものとして評価されていたことか、6000系に引けを取らないようなデザインにすることが望まれた。このため、 各製造メーカーにデザインの提案を依頼し、その結果として、東急車両製造の伊原和夫によるデザインが採用されたが、これは、運転席、助手席の窓を傾斜させた上で屋根近くまで大きく拡大。前照灯と尾灯は逆に運転席、助手席の倉庫に配置し、方向膜は貫通扉の上部に配置という、当時の小田急通勤車両からは大きく異なる様式となった。 前面下部には小田急の通勤車両で初採用となる大枠下部多いスカートが設置された。側面客用扉は各車両とも4箇所で 1300mm 幅の両開き扉である。側面窓の配置は 900mm 幅、高さ 900mm の一大加工窓が採用された。これは小田急の車両では HB 車と通称される 戦前製の車両以来、久々の採用となった。これまでの車両と同様、客用扉間に二つ一組で、客用扉と連結面の間には一段加工窓が一つ設けられ、客用扉と窓の間には幅2 8 0ト、mm、ルの戸袋窓を配置しているが、乗務員扉と客用扉の間については、工述するように乗務員室に搭載する機器が多くなり、乗務員室が、 長手方向に 400mm 拡張されたため、この箇所の戸袋窓はなくなった。車両間の貫通路は 1080mm 幅の広幅で、つま面の窓は固定窓とされた。6両編成では、左派9550番台の車両の小田原寄り車端部に仕切る扉が設置された。車体側面中央の客用窓上部には、種別表示器が設置された。 初期に製造された4両固定編成6本は5000型と同様の切り替え式であったが、1973年の造備車両からは、側面の種別表示器が巻き取り字幕式に変更された。塗装デザインについては、5000型と同様、ケープアイボリーをベース色として 300mm 幅でロイヤルブルーの帯を倉下に入れるという塗装が採された。座席はてロングシートで、 客用扉間に7人掛け、客用扉と連結面の間には4人掛けの座席が配置される。5000型では座席の奥行きを 520mm としていたが、9000型ではさらに 30mm 深くした 550mm として座り心地の改善を図った。車内の照明装置は交流蛍光灯18本、中間車は20本と直流蛍光灯4本で、 直流蛍光灯は予備灯兼用である。旧船型には、千代田船内における平坦区間での軌道加速度は時速 3.3kmS を標準として、緊急時には上り35パーミル勾配線において、無動力の重量編成を駅まで推進可能という性能が要求された。また、A 眼では地下船内での温度上昇を避けるため、大量の熱を トンネル内に放散するのは好ましくないという見解を示していた。そのため、制御方式は境地直波制御、制動方式についても改正制動を採用するなど、極力発熱量の少ないものにしなければならなかった。その一方で、自社線内の列車で使用するための条件も考慮する必要があった。5000型と同様に急行列車にも使用できるように、最高速度は、 時速 120km と設定された。このような高速域からの制動においては、改正制動では発生電圧が高くなりすぎる上、改正制動が失効するとその後は空気制動だけとなってしまうことにより、制動距離が長くなってしまうため、自社船内では発電制動が必須と判断された。急線系の設計にあたっては、 これらの要求を満たすために注意が払われた。乗務員室は、小田急の OMATS 装置だけではなく、千代田線で使用されている車内信号式、自動列車制御装置、CSATC を搭載する必要があったため、前後方向に 400mm 拡張された。ただし、搭乗当初は乗り入れ時期が具体化していなかったため、準備工事のみである。運転台も、 A 段6000系などの乗り入れ車両と極力統一するため、主幹制御機、マスターコントローラー漏れまでの小田急の標準であった、デッドマン装置フとは異なるものになったほか、ATC の車内信号表示に対応した、速度計となった。主電動機の選定にあたって、当時の技術で要求仕様に対応させるには、電動車比率、MT 比を重量編成で 8M2T とする必要があった。 重量編成での総出力から逆算すると、1台、あたり1 1 0ットの出力で済むことになったことから、三菱電機製の副管製粒子電動機である、メガバイトマイナス 3182AC 型が採用された。制御装置については、A 段6 0 0 0系では、電気子直波制御を採用していたが、コスト面で、境地直波制御の方が有利であることや、 発電制度を備える必要があることなどを主な理由として、堺地直波制御方式を採用した。なお、直波制御自体は小田急では初の採用事例である。駆動方式は WN ドライブで、波数比は97、18イコール5.39に設定した。制度装置、ブレーキは、大荷重機構付け電空併用の HSC。 DR 型電磁直通ブレーキが採用された。これは、制度初速によって、改正制度と発電制度を自動的に選択する仕組みになっており、初速が時速7 5トル以下の場合は、発熱抑制のため改正制度が時速7 5トル以上の場合は、高速域から安定した制度力が得られる発電制度が採用する。また、改正制動執行時には、 自動的に発電制度に切り替わる。強制通風式の抵抗器が採用されたのは5000型と同様であるが、地下鉄線内仕様を考慮して、より低音なものにされている。台車は、主電動機の出力を 110kW としたことから、車輪経営は標準的な 860mm でも問題ないと判断されたので、電動車と付随車のいずれも、 車輪径は 860mm に揃えられた。電動車が住友金属工業製 FS385、付随車は住友金属工業製 FS085 である。高速域からの制動効果を確保するために基礎制動装置をクラスプ式、量化解式としたアルストムリンク式空気バネ台であることは5000型と同様である。なお、当初は 波打ち車輪を使用していた。終電装置、パンタグラフは、合体火線での追従性能が高い PT-4211S 型終電装置を採用し、6両固定編成でのすべての電動車と4両固定編成のうちで、波9100番台、デ波9300番台の車両に搭載され、冷房装置については、8500キロカロリー、 H の能力を有する CU-12B 型集約分散式冷房装置を1両あたり5台搭載した。この冷房装置は5000系の新製冷房車で採用されていた CU-12A 型の改良版である。補助送風装置は扇風機からラインフローファンに変更され、室内の天井は平ら天井構造となった。補助電源装置は 149馬の CLG-350A 型電動発電機 MG をデハ9000番台、デハ9200番台、デハ400番台、デハ9600番台の車両に搭載した。構想当初は重量編成を10本新造する計画で、まず1972年1月から2月にかけて4両固定編成が一時車として、6編成入線し、3月から、 営業運転を開始した。同年中に二次車として4編成が入選し、翌1973年からは、急行重量編成下に向けて6両固定編成が増備され、1974年までに6両固定編成は、合計8編成が入選した。ここで、実際の直通運転のダイヤの詳細が、確定するまでは一旦増備を中断することになった。 その後、最終的な直通運転のダイヤが決定し、小田急側の乗り入れ運用数は5運用となったため、増備はここで中止となり、1977年に、付随車を2両のみ新造した上で、9014の4両固定編成に、挿入して9499の6両固定編成とした。この間、1972年には、鉄道友の会から、 ローレル賞を受賞したほか、1974年の多摩線の開業時には94016の編成が開業祝賀電車に起用されている。相互直通運転開始が近くなった1976年から1977年には、準備工事にとどまっていた ATC 誘導無線装置などの乗り入れ用機器が設置された。これと同時期に、 一時車の側面種別表示器を切り替え式から巻き取り字幕式に変更した。1978年3月31日からは、千代田線との相互直通運転が開始され、予定通り急線型が直通運転に使用されることになった。開始後には、地下鉄線内で非常用通路となる、際の保安部工場を図るため、重量編成で中間の運転台となる。 デハ9300番台、デハ9400番台の乗務員室に内部仕切りを設置した上で、正面の手すり形状も大型化した。直通列車以外にも、自社線内の列車に使用され、1982年7月以降は、休日に限り箱根登山鉄道線にも乗り入れるようになった。1985年7月には、日本国有鉄道、当時より、 マヤ34型軌道検測車を借り入れ、9000系の4両固定編成2本で挟んだ、携帯の9両編成で、小田急線内の軌道検測を行った。当初は、常磐観光線に乗り入れる構想もあり、デハ9000でハ9700には、常磐専用の列車無線などを取り付けられる、要準備工事がなされていたが、これらは、後の車体更新で撤去された。 その後しばらくは運用に大きな変化はなかったが、1988年に1000型が登場し、1989年3月27日のダイヤ改正からは9000型に代わって1000型が直通列車に運用されるようになった。当初は5運用のうちに運用は9000型で、 残されたが、1990年3月27日ダイヤ改正で、すべての運用が線型に置き換えられた。その後、1991年以降に直通列車のための機器を撤去し、旧線型は地上線専用車として運用されることになった。電気機関車の全廃後は、旧線型が牽引車として使用されることもあった。これに先立つ1988年から、 車体修理が開始された。車体修理の内容は、車体補修や化粧板や床材の交換が主であるが、側面の表示装置も、種別、行き先を併記した仕様に変更された。車内の配色は4両固定編成が感色系で6両固定編成が暖色系とされた。1995年度までに全車両の車体修理を完了した。また、 1978年頃に設置された乗務員室の仕切り板は1993年に全車撤去された。地上線専用に転用した後、特に4両固定編成については2編成を連結した上で8両編成で、全車電動車による高い加減速性能を活かして、新宿発着の各駅停車に使用されることが多くなった。このため、2000年度には、 デファ90 9002.90049006.93019303.9305の6両について、運転台機器の撤去が行われた。運転室はそのまま残した状態で、本格的な客室化改造などはされていない。これによって、9000系の8両編成が3を編成蘇生されることになったが、完全に固定編成となったわけではなく、 検査時には連結する編成の組み合わせが変更される、8両半固定編成、とも言うべきものであった。2001年以降に、終電装置がシングルアーム式に変更されたほか、運転室の主観制御機についても、2600系、廃車発生品の小田急標準タイプに、交換されている、ただし9千九9 4を除く。なお、最後まで、転落防止ホロは設置されなかった。 車体のモデルチェンジを行い、鉄道ファンからは評価の高かった車両であったが、制動効果が複雑であったことから運転手からの評価は高くなかった。また、車両保守部門からも重装備すぎる車両として敬遠されがちであった。このような背景から3000系の増備に伴い、2005年から5000、型よりも先にトータが開始された。同年中に十四両が廃車となり、 この時点で4両固定編成はわずか1編成しか残っておらず、6両固定編成も2編成だけであった。2006年3月17日限りで定期運用も終了し、最後の運行は同年5月13日に秦野から唐木田まで運行された臨時列車9000掲載よなら号であった。運行終了後、北見県尺か唐木田出張所、唐木田車庫において、 さよなら 9000K フェスタが行われた後、同年7月には全社廃車となった。全廃後、デハ9001のみが保存されることになり、通常は北見県索で保管されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。